日本東京都墨田区横網横網は、東京都墨田区の地名。現行行政地名は、横網1丁目及び、横網2丁目。郵便番号は130-0015。地名の由来は、江戸時代初期に、乗り干し場があり、乗り取り網を干す風景からついた説がある。東京都墨田区の南西部、本所地域内に位置する町。 墨田区役所の南方約1 1トルにある。北で本所、東で石原及び亀沢、南で両国、西で墨田川を境に対岸に、台東区、倉前及び柳橋と隣接する。町域の東辺を清澄通り、西辺を墨田川と接し、道川の上空を、首都高速道路の高架橋が走る。町目は、町域の南側から横網一町目。 北側が道二丁目。両国駅の北隣に両国国技館や江戸東京博物館がある。両国国技館の北隣には旧安田庭園がある。旧安田庭園の一角にはドーム型屋根を持つ両国公街道があったが、老朽化と耐震性の問題から2001年に使用停止、2015年に解体された。跡地には東京博物館が新築され、 2018年、開館した。旧安田庭園の北東側、清澄通りと倉前橋通りに面した角の一角には、都立横網町公園がある。ここは、関東大震災で、多数の犠牲者を出した陸軍本所被服署跡地で、東京都立公園の中でも、異例を目的とした、得意な存在である。敷地内には、震災犠牲者と東京大空襲犠牲者を祀る。 東京トイレ堂や震災復興記念館、東京空襲犠牲者追悼碑などが建てられており、毎年3月10日と9月1日には、異例法要が営まれる。また、両国国技館、江戸東京博物館の北側には、NTT ドコモスミダビルがあり、その中には、NTT ドコモ歴史展示スクエアという NTT ドコモの携帯電話、PHS、ポケットベル、衛星電話、 船舶電話といった通信機器の科学館がある。なお、両国国技館や相撲関連施設の存在から横綱と動き、誤読されることがあるが、正しくは横網である。このことは、両国国技館にある外服表示板にも網を強調するような張り紙がされていたことがある。 江戸時代から存在する由緒ある地名であるが、1960年代半ばには世間話程度のものではあるものの、区から横綱への解明を打診されたこともある。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。